Kyowa, le, la, l' apostrophe, les, tu, article défini について話したいと思います。それでは早速始めましょう。もう知っていること、特定のものや人を否定するための言葉です。例えば、la Tour Eiffel。 Tour Eiffel と言ったら、みんな世界中の中でフランスにあるって分かっていますので、特定なものですね。そして、 Tour Eiffel って呼んでるものは他にはないんですから、la っていうアーティクル、defini を使います。例えば、la Tokyo Tower も言えますね。で、そのアーティクル defini の中で、la は助詞名詞と使うアーティクルディフィニですね。例えば、la plante、la voiture、la chambre、la fenêtre。で、le は動詞名詞と使います。例えば、le bureau、le meuble、le vélo、le camion。だから、そういう限定詞を使う前に、名詞は助詞名詞か動詞名詞を確認してでください。あとは、L アポストロフもあります。L アポストロフは、助詞名詞か動詞名詞か気にせずに使う限定詞です。で、特に、その限定詞の次の名詞が母音と始まったら、L アポストロフを使います。例えば、l'arbre。 動詞名詞なんですけれども、un arbre を言いますね。でも、あと始まってますので、le arbre を言わなくて、l'arbre を言います。次の限定詞なんですけれども、les。 les はその前の限定詞の複数形です。だから、 le vélo を言うんですけれども、複数形だと les vélos。 la chambre を言うんですけれども、複数形だと les chambres っていうふうになります。だから、そういう限定詞を使う前に、今話していることはもうしてるのか、特定なことですか、そして動詞名詞か助詞名詞かを確認して使ってみてください。練習しましょう。table はどれを使えばいいんですか？ le table、 la table、 le table、 どれを使えばいいんですか？コメントの中で教えてください。それでは